にちは。杉中。杉菜ちゃん、学校は？登校拒否だそうだ。え？お父さんは会社辞めたんだって。働く、杉菜と一緒に。でも杉菜は中学生よ、未成年よ。働いて家族と一緒に成長していくんだ。社長、その布団の叩き方は強すぎます。社長、いらっしゃいませ。あなた、林海寺君も送別会なんだ。びっくりパーティーなんだよ。待って、今帰っちゃダメだよ。人生は意外と何回もやり直しの効くゲームなんだ。次な。愛した今、私は眩しい永遠の夏休みを生きている。